はい、どうもこんにちは、こんばんは、V ジャンプ編集部の内田です。今日は、なんとナルティメットシリーズのカリスマ河本チュンに来ていただきました。どうも、みんな、河本チュン、今日は何をしに来てくれたんですか？今日はですね、ナルティメットストームジェネレーション、はい、2月23日発売の、はい、ソフトのですね、体験版をご紹介させていただきに来ました。もうできちゃうんですか？できちゃいます。すごい楽しみですね。これをですね、内田さんにやっていただこうと思ってます。なんと僕が。じゃあ早速レッツゴー。それでは体験版いきます。はい、まずこれがですね、はい、体験版の始まりに流れるオープニング。少年ナルトからの感じなんですね。そうなんです。そうです。ナルトのですね、はい、ストーリーを追っていくためのムービーなんですけども、はい、こちらがですね、スタジオピエロさんが制作した、お、豪華ムービーなんですね。これはもうここだけでしか見れない。そうです、もうゲームの中でしか見れない。おお、じゃあこの辺で、あとは体験版をやっていただいた方に見ていただく形にしましょう。わかりました、頑張るぞ。おお、はい、はい、戦い始まります。ナルトですね。ナルトです。おっと、体験版ではですね、操作できるキャラクターは決まってるんですけども、はい、プレイヤーは基本的にナルトを操作しているという形になります。そうですね、敵からの攻撃でどんどん自分が動けなくなってしまったときに、はい、今おっしゃっていただいた代わり身をぜひ使っていただくと効果的です。で、代わり身が L2 ボタンを使うとできます、はい、相手からの攻撃を受けた瞬間に。そうです、その通り、今出たのが代わり目です。で、左上にまあゲージが、黄色いゲージが出ていて、今ゼロなんですけど、はい、こちらが、溜まっていると代わり目を使える。もう、使いすぎちゃうとじゃあ、そうなんです。なので、この辺の駆け引きが重要で、はい、結構、上手い人同士だと代わり目合戦みたいになる。あー、よくありますよね、はい、そうなんです。代わり目が先になくなった方がこう、動きが取れなくなる。達人抜きに。サスケもうまく攻めてきますので、お、で今回はい、コンボ、なるとコンボ使えますので、はい、丸ボタンをこう連打する形で、敵にコンボをヒットさせることができます。お、そうですね。お、今影分身が飛ばしましたけど、コンボですね、はい、上を押しながらこうコンボ、丸ボタンを連打したりとか、はい、横ボタンを押しながらコンボを出したりとかで、はい、コンボの種類が結構変わるんです。上に押したら上には蹴り上がりますね。そうなんです。なので、いろんな自分の好みのコンボを好きなように出すことができるというのも今回の特徴です、はい、お、なかなかいい勝負になってきましたね。お、おー、やりました。お、いいですね。ここで変わりを、あとですね、もう一つ、はい、三角丸ボタン、はい、三角丸ボタンと押すと相手に忍術を決めることができます。それです。これですか？あ、惜しい、惜しいお、そしてサポートも来ましたね。サポートは LR、押すだけで出てきます。はい、今回はこういう結果にやりましたよ。花を持たせてあげましたけど、はい、まだこれ何度もできますんで、次絶対やっちゃいましょう、これを。了解です。はい、で、はい、今回、まあ、どうしても勝てないというお客さんのために、負け続けるとこう難易度がちょっと調整されていく形にもなってますので、じゃあ初めての方にも。もう全然できます。諦めずに何度も挑戦していただきたいと思います。ここに左下にですね、はい、人数があって、これ十字に対応してる、ね。ラーメンと。そうです。ラーメンと、はい、火薬玉と、はい、あと毒の札と、はい、まあ、火薬アイテムとあるんですけど、十字キーの左押すと、はい、ピーン出てる玉が飛ばせたりとか、はい、なかなかサスケもやりますね。お、奥義プ、お、来ました、来ました、奥義が来ました、来ました、完全に決まりましたね。なかなか強いですね、はい、どうですか、この体験版のこのやり込みの深さというのは。勝負あり、
いや本当にこの体験を待ってもらってやり込みが素晴らしく入ってます。悔しくてもう1週間まだ1戦目ですからね。そうですね。これお出てきましたこの画面。これがあの難易度を下げて挑戦できるという。まさか。そうなんです。あのリトライするたびに今後はあの難易度が下がっていくので、はい、あのちょっと、まあ、このゲーム難しいなと思った方でもあの次のストーリーへ進めると。試しにじゃあ1回下げてみましょうか。1回下げてみましょうか。じゃあもうしょうがない。来ました。次はペイン戦。ペイン戦です。はい、で今回はもう、はい、ナルトがですね、千人分のナルトです。そうですね。はい。でさっきと違ってコンボの種類とかも、はい、いろいろとこうパターンが変わってます。パターンが種類変わる。そうなんです。全部変わってます。で、あの、はい、まあ、前作のストームシリーズとの動きっていうのも、はい、変わってますので、ね、あの。新たにこのジェネレーションでのコンボっていうのを楽しめる、はい、新アクションが新アクションが出てます。どうか、口を押さない。あ、いいですね、螺旋連眼決まりました。あ、なんか、あ、やばい、なんかやられてる、やばい、あー、待って、ちょっといや、なかなか敵もやりますね、これは。じゃあもう一回、もう一回やりましょう、はい、もう一回、もう一回ぜひお願いします。こんなナルト見たことないですか。そしてこう、ペインには勝って、ペインには勝っていく。おっ、ルートの螺旋手裏剣が来ましたね。バッチリ決まりました。でかい。やりすぎちゃったか。すごいですね。お体力ほとんど減りました。相手の体力が。お、そして、お、かけましょう、このコンボ。いけ。お、お、決まった。決まった、ね。これは、これは勝利の目が見えてきてますね。またコンボがうまくいけば。さっきのコンボだと別の、はい、このクロモコンボって違うだけですけど、おお、相手がほとんど体力がないです。さあ、じゃあとどめの螺旋連眼決まりました。やりましたね、これで勝ちました。素晴らしいといった形で、どうですか、体験版ちょっとまだあの、はい、この後もあるんですけども、今回はここまででご紹介を。漫画の中の技がこんなに再現できるってすごいですよね。そうですね、ナルトになった気分ですね。それこそがもうアルティメットストームシリーズの特徴となってます。ストームのね、にふさわしいこのスピード感。そうですね、かなりすごいですね。嵐のようなスピード感とかスピードを出してますね。で、今回こちら2月23日発売なので、はい、ぜひお客さん楽しみにしていただきたいなと思いますので、はい、じゃあ2月23日はアルティメットストームでぜひプレイをしてもらおう。